ますよね。というわけで発表していきます。まずは A チーム、ヒデ、中野、デレロ、小江戸が A チーム、 B チーム、コモダ、バイパー、山本、お茶丸が B チーム、 C チーム、長州、中島、ウネ、ハク、これが C チーム、計3チーム、4人編成となっております。ちなみにキャラは自由でございます。その代わり号機を使う場合はお店に5000円置いてください。お願いいたします。まあ5000円払ってでも号機使いてっていう人はね、5000円払ってね、お店に貢献でも、あおと思ったら、ちょっとルール変更。いや間に合いますよ。間に合っていいっすよね。ハイモン5いいっすね。それとも、あーそっか、ハイモン5でもいいんじゃないですかね。ハデさん入って珍しい。はい、グッチさん、テラさん、参加でいいっすか。じゃあ参加で。100円。これテラさん100円お願いします。はーい、じゃあぼちぼちやろうかなと思うんですけど、グッチさんとテラさん加わったので、ヒデチームにテラさんで、友達チームにハデさんで、長州チームにグッチさんとなりました。これあれです、ランダム抽選でやったので怒らないでくださいね皆さん。決して忖度ないんで。忖度とかいう言葉久々に使ったな、そういえば。一時期超流行った言葉。
じゃあ9時45分から5分後に開始しますよ。いいですか皆さん、キャラ自由ですからね。で、先方のみ申告、キャラも申告で、かぶせ合いです。いいですか。はい、はい、じゃあ配信台そろそろね終わりでお願いします。はい、じゃあね、 A チーム対 B チームいきましょうか。
ヒデ、テラさん、中野、デレロ、小江戸チームと、トモザ、ハゲ、バイパー、山本、お茶丸チーム。じゃあ先方だけ、はい、やるよやるよ。 A チーム、ヒデ、中野、テラさん、デレロ、小江戸。 B チーム、トモザ、バイパー、ハゲ、山本、お茶丸。それぞれ集まって、まずじゃあ友田さん、ワンピース B じゃんけんしましょうか。最初はグーじゃんけんぽい。勝った希望あります？ A チーム、ワンピース B ない？なしね。じゃあ 2P で。で、先方決まったら、ハデさんに申告でお願いします。僕もあれなんで。あ、そっか。あ、じゃあ長州さんに申告だ。キャラ自由。5、うん、毎回違ってもいい。5期は5000円。え、いや先方申告でいいんじゃないですか普通に。あ、そっか。あ、なるほど。じゃあ長州さんに申告をお願いします。先方とキャラ、先方の人とキャラ。はい、始めてください。じゃあワンピーが誰になったの？山本のチュンリー対デレロリュウ。さあ開幕から熱い試合になりそうです。お、ちゃんと配信も始まってますね。クレジットちゃんと入ってる？急クレ入ってないと厳しいよ。入ってる。じゃあやっていきましょう。さあそれでは、第1土曜日の3月2日、ニュートンの大会始めていきましょう。本日は、5対5同士の戦い、まあ 5on5 ですね。で、チーム構成が今 1P 側が戦っているのが 山本、ほぼ山本チュンリー。メンバーはトモザ、バイパー、ハゲ、山本、お茶丸となっております。そして、対するはデレロー龍。さあいい勝利だ今の。さあデレローさんの方のチームはヒデ、中野、テラさん、デレロー、小江戸、この5人となっております。さあまず開幕戦法を取ったのはデレロー龍が取っていって、さあ大勝利。さあ目標にしている大勝利でしっかりと落としていく。さあロケティアで落として、うわ大勝利、これはうまい。投げて、これは死んでしまう。デレロー龍が動いている。さあこれで 2P1P のトモザ、バイパー、ハーデ、山本、お茶丸チームがどういう風になるか。さあここで出てくるのはお茶丸、バルログ。さあデレロー龍はおそらくバルログの対戦経験はあまりないでしょう。その中でどう戦えるか。そしてお茶丸くんはかなり元気に飛んでおります。さあゲージ回収が弱小流で透かして投げる。おっと落ちづらい高さであったが、さあこれは吸ってドット残る。あーシンク全ぐらい、これどっち、おっと、さあ竜巻が上の方に行ってしまいました。さあこれこっから、さあ弱小流で落として、中継波動まで打ちたかったが波動出ず。さあ爪が痛い、中が減りますこのキャラ。さあ痛い、確定は取れなかったが、さあ踏んでしまう、ハイクローだったか。さあここでハスラーテクニックを
さあ、どうしようかな。行きたいのであれば、でもテラさん龍じゃないの？今日使う気ない？ん？小井戸ベガ、じゃあ小井戸さんお願いします。一番。ああ確かに。さあここで2番手は小江戸ベガ。さあ小江戸さん僕会ったのかなり久々でしたね。さあ開幕は2、おうまい。さあこれ中継確定で、さあ上り止ま、上り台形が当たって、さあ宙詰めがかくってしまったか。さあこれは拾ってナイトメアいかない。さあめくっている、めくってジャンプ弱系かな、あれ中継。さあうまい具合にまずは小江戸ベガが取っていって、これはきついモード、裏裏裏裏。さあこっから小江戸の逆襲が始まらない。さあこれは美味しい拾い方。さあめくってる、3発で終わったか、最後で落ちて、最後で落ちて、さあこれは美味しい。さあ追い込まれるお茶丸バルログ踏んでいく、頑張りが返ってきた。さあ残るはトモザ、バイパー、ハゲ。おっここでトモザさんがまさかベガ同キャラ、バイパーだろ。おっここでまさかのバイソン投入。さあ、トモザバイソンかなり厄介です。かなり強いですからね。さあ、固めがきつい。ガード硬直の有利フレームを生かした連携。さあ、円台系が入って。あ、円台パンだった。さあ、ヘッド。遅らせヘッドですね。さあ、きつい。さあグランドのところに中継が刺さるが、ここまで停滞ダメージにはならなかった。さあゲージ回収が早い友田ベガ、あ、じゃなくてバイソン。さあこれはガードになるが、2位から、さあこれはいい当たり方。さあこれはいい埋め込みですね。しゃがみ中継が安定してガードになるフレームで多分入れてましたね。さあ開幕は踏んでミドルはハイラブ、おっとっとと。さあこれはあれ結構強いんですよね。さあ小江戸ベガが動いているぞ、コパンで落として単パチ、しゃがみ中継が当たってゲージが速い、反応が速い。これは上からベガでさあ埋め込んで、まだ分からない、最高削りが削れない。もう一回小江戸メガの根性値。さあ残るはハゲ、バイパーですね。さあハデさんが着席、使うキャラどうするんだ。あーダルシムかバルログってとこ、まあエッサガだ、マジか。さあハデエッサガ
さあハデさんはエッサが使ってこのサガットもハゲているが髪の毛はふさふさです。さあ2位が入って、さあうまい吸った。さあホバーめり込ませて、あまあまあまあ確かに。さあやはりこのグランドタイガーが結構やっぱりきついが、上タイガー下タイガー使い分けていく。そして気づけば4割取っている。上タイガー踏んでしまう。こうなると目が苦しい。さあこれはどうする。残り2割くらいだが飛んでいく、投げられず。さあバカが引っかかる。これは厳しい。上から踏んで、あーバックジャンプ中パンかな、今のは小パンかな。さあゼロフレ着地なのに投げ返してるな。エッサガが踏まない。上から踏んでうまい。さあ2ヒット、やばいぞ。アパカが超減る。さあ分かんないぞ。おっとっとっと、さあ2ヒット相手どっち。いやあ、はい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 、小江戸目が強い。さあ大将バイパーハゲ。さあさあ来た、やばい、終わりましたねこれは。だー、おっとっとっと、さあこれはあるの。だー、さあ高い高いされたらさすがに勝てないですね。めくってたらワンチャンありましたね。今のは狙いは良かったですね。めくって殺す、まあただ単に当たらなかった。あ、なるほど。さあこれはダブルかシングルだー。最高出しても厳しい。バイパー勝利。キャミーお願いします。ホンダでもいいぞ。ちょっとさあここで出てくるのはトネピーキャミ。さあホークキャミはゲロキスです。ホーク側73か、本当に。さあ投げている、反応が早い。さあこの中継が辛いんで、さあフーリガンやっていく。さあ寄らせない。さあしかしキャノンで OK なんです。さあ中継相打ちだが、やはり1ラウンド取られてる側なのでかなり減る。さあこっから中継をうまい具に散りばめているが、さあどうなる。さあ食らってしまう。低空コンドルが鋭い。こっからこれは確定にならない。あれお釣りないのかな。さあスパイラルこれでしたね多分。おっとっとっと、セーフ。さしゃがみ中継重ねてスパイラル、ここまではいいですね、安定かな。うわー、しかし画面端に押されてるとキャノンで勝っていく。着地したところに、お危ない。さあ逃げる、しかしおー出なかったか。これはあー
茶神中継が刺さって勝ったのはヒデ中野テラさんデレロコイドチーム。はい、では次は、B チーム友田派でバイパー山本お茶丸チーム対長州中島グッチウネ白チームでいきましょう。5の2 3人残し5の2。さあではまず 1P2P じゃんけんからそれぞれ誰でもいいのでお願いします。全部決めていいぞ出る順番とかお前。さあ C チームのリーダーはなぜかうねくんになっている。お前行けって言いないからな。先方とか秀に先方申告だろ。はい、決めて申告していいよ。誰でもいいんで長州とかでもいいので。C チーム OK、 B チームはマジ？了解っす。さあ行きましょう。なんと 1P 側友田ベガ、 2P 側ウネガエル、なんと開幕からぶっ込んできました。まあまあまあそうですね。さあ B チームは勝ちに来ました。先方から友田ベガでご立てするとそういう意思の表れでしょうか。さあこれウネ君勝ったら超美味しいですね。さあ大 K が刺さって、わー潰される。さあこのミドルのフリフリは、あー振られた。あれはタメが溜まってないんでしゃがみ中継しか入らなそう。さあさまで切って投げるさあ踏んでサマーが潰される。もう一回サマー投げて内宮取っている。さあこれはおっとと振られた。めくり中継コンボはしっかり。さあ1-1だがどうなる。開幕ソニックミドルは当たらず、やはりベガ側はゲージはちょっと欲しいところか。さあしかしウネ君のソニックがうまいが、ホバーは手前で投げて、さあ中継暴れたところは、さあこれは投げる。やはり友田ベガ。さあこの開幕ぶっ込みに長州中島グッチウネハクはどうするか。あもうあの全然普通に行っちゃって OK。 中島さん、さあ中島さんはさあ、ホンダで行く。チームメイトのホンダでっていう言葉に応えていく中島ガエル。じゃなくて中島ホンダ。さあ、大いちょが入って。さあ、これは。さあ、これ確定か。張り手の削りが痛え。投げてまだわからないぞ。さあしかし距離を取るだー。おお、コパンを弱球で止める。しかし上から、あ
つられない。あー、これは開かない。刻んで刻んで、あー、突っ込んできた。中島がいる、やって、中島本でやってしまった。さあこれは弱だー、ここで2ホバー確定。さあこの体力差を埋めるのはちょっと大変です、いくら有利カードとはいえ。ベガが逃げる手段がある。さあ時間をかけてちょっとずつちょっとずつ、しかしだー、これは大中、そしてピオレー、トモザベガがうまかった。グッチさんとかでもいいんじゃない？ああ、なるほど、確かに。うん、じゃあ長州さん。さあ長州さんが、さあ長州さんが言いました、普通に俺でいいやないかって。と言った長州さんが、本日も黄色い道着を着て、本日は烈波が出るのか。いや、レッパじゃなくていい、確かに。さあ、大パン体育、体育じゃなかった。さあ、勝利、これは小パンで、あれですね、高めの飛びだったので、落としましたね。小パンが置いてある。このモードは厳しい。相打ちだが、バックジャンプ大抵で減っている。投げて、様子見るが、おーっと、早め、めくり、埋め込んで、投げて、打ったー。あ、これはダブルテオ。いや、しかし友ダベがよくここまでやりましたね。さあリフティータイク、やばいぞ、しゃがみ中継で暴れる。さあダイエス出したところに2位が入って、相打ち。さあ寄ってくる寄ってくる。さあ体力若干長州さんが1割リードが合ってないようなもの。さあ釣った、表、今のは見えない、今の表マジで見えねえな、わかんない、2分の1ガーフだな。あ、表確定、あ、そうなんだ。2分の1ガーフって書いてたけど、そんなことなかった。へえ、すげえ、みんな知識あってすごいわ。さあホバめめり込ませて、トモザベガの猛攻が続くが、ちょっとずつ波動で1文字確定かな。うおっと、昇竜にミドルは入らないが、さあ、あー、突っ込んできた長州さん、やっちゃった。さあグッチさんの前にハクくん、ちょさあハクくんがキャミで登場、多分グッチさんのじゃやってると思います。そこいる、はい、いる。さあ2位が入って、これは今のはキャミー側投げかくんないのかな、距離遠いかな。さあうまい、中弱に、さあ開幕スパイラルだったがお互いスカッたというところか。さあ突っ込んでくる、最後で削って、さあ対空、これは上、これはちょっと厳しいのでは。わー、キャノン当たんない。さあこれは踏まれて厳しい、
グチさんで、グチさんが大将、先鋒対大将となりました。さあ大将グッチル、さあこの2人よくのじ合いやっております。おそらく読み合いも相当なものでしょう。さあおっと投げている。さあすかし射が中継波動で、おおなんだそれ、最大グッチめくり昇竜拳。グッチさんでめくりマジうまいっすよ。さあ中ゴスからさあ波動の出際に当たってしまう。おっと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 、あれいいな今の大パンで対空して波動点がガード確認になるっていうすげえな。さあこれは表ダヤシで、さあ拾うが、そうですね、さあバイパーがいる。バイパーさん流線超やってますからね。さあ流線はやり慣れてるので玉よけなども非常にうまい。さあ中盤に昇竜拳が入る。ジャンプ中継入って、しかしグッチ流のこの流ガイル弱小流をぶっ込んでいく。スタブもしっかりガードして相打ち、小鷹スペシャルも相打ちになってしまう。さあスタブ、さあこれはうまい、踏んでしまう。勝負対空ならず出さない、ドット残った。さあ今の台形の減りはちょっと悔しいですね。さあ第5戦にソニックは最初回向かいって、さあこの距離は裏手入らないですね。さあうまい、前歩いたところに竜巻、わーこれはおっと釣ったがダイヤしのみ、わー中継しゃがみ中継出したところに、これは厳しい。さあグッチ流が2ラウンド目はしっかりとペースを握る。開幕はちょっと様子見たところか、やはり開幕は下がれる分ガイルがちょっと攻めも守りも幅が広いですね。さあしっかり避けるが、おっ釣った。さあしかしだー、これがグッチめくりからのジャンプ台形中盤中盤波動拳、青波動にすることによってピヨります。あれファイヤー波動でもピヨンのかな、今のはどうなんですか長州さん。ある、なるほど、まあ青波動の方が産地高いですからね、ああいう連携の時は青波動の方がいいですね。さあここで、ああなるほど、はいはいはい。さあ山本中に、さあこれで友田チームはかなり苦しいことになったがありえそう。さあこれが最大です。さあ龍のあの前飛び中盤系で行ってる場合は基本的にテンション出しちゃダメです。さあ今のゲーキックではなくしゃがみ中継だったらガードになってた可能性がありますね、チュンリー側は。さあどこまでやれるか、山本チュンリー大勝利で落とされて、さあスピリングで回避するも仕込み台パン置いてある。おっとっとっと、さあ必要にめくり竜巻を連打してくるがよっ、さあしかし厳しいか、あーこれはチャンスか、減ったー。これがチュンリーの1ラウンド取られた時のダメージです。7割減ります、7割以上。さあ開幕円台パン、あれは波動潰しに有効ですねさあお互いゲージを溜め合う。
お互い、あぶね。さあ、まだまだチュンリーリードだか。おっと、これは3ヒットになりますね。あの周りだといいですね。もうちょい前歩いてたら多分使ってました。さあ、わかんないぞ、こうなると。しかし、グッチリュウはさあめくれない。あー、ここで山本チュンリーが下す。さあ、友達チームは5の2で勝利ですね。5-2。じゃあ、うねくんじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、どっち？はい、さあ、デルドさん 1P でお願いします。さあ、なんと 2P 側初っ端からぶっ込んできました。 1P 側はデルドー流、 2P 側は長州剣。なるほど。さあ、まあ、B チームの戦績は7の7なんで1勝1敗の。さあ、 C チームはもう勝つ気満々ですね、これ。まあ、2人倒される前に勝ってしまえばいいというところか。さあ、ファイアハード、おっと、これは美味しい漏れ方。さあ、膝から膝生えのショルガード、大足に大足がかくる。さあ、デレロー様、なかなか長州剣とやる機会はないと思うので、これは実戦値がね、いい感じで詰めるんじゃないかなと思います。そうですね、剣にはアントビはないので、この攻め方はわりかしいいですね。1ドット削り、さあ、うまい大足体育、大足に1文字が確定して、さあ、これは見えている表、おっと、スーピー側にだー、しょ、あれあれ、出なかったの。うん、多分レッパーミスですね。あっさあ、あああひどい。もうね、味方敵問わずにね、みんな煽っていく。さあ、 1P どうしようかね、これどうしようか。行きたい人います？どうします？あ、テラさん行っちゃう？いいよ、マジでいいよ、いいよ、いいよ、好きなキャラ。あ、全然いいよ、いいよ、好きにやろう、好きに。あ、オッケーオッケー、バイソン、バイソン、うん、どっちでもいいよ、好きな方。さあ、怪しい長州さんのあの連携。あー、ガイル回りですね。バイソンは掴まれたら結構矢口的な状態になるかも。さあ、テラさんがメインキャラ竜でって言っても、テラさんはね、ガイルもね、普通にメインキャラ級なんで、どっちでもっていう感じはあったんですが。さあ、テラさん、ニュートンはかなり久々の模様。まあ、おそらくストスは淡々とやってると思うでしょう。最近私は見返してませんが、やってない、やってないと言ってますが、動きは警戒です。さあ、ゲージ溜め切る。さあ、大勝竜竜巻で裏バク、あの、前段でしたね。さあ、長州天が苦しい、しゃがみ中継、おお、これは食うぐらいになるが、お、これは天苦しい。大最低勝負、弱小竜暴れる。まあ、ここは暴れ毒ですね。まだ6割体力あるんで、1回弱小竜出して読み合いもう1回やってもっていうところでしたね。体力を見た、まあ、テラさんの暴れの的確さというところでしょうか。さあ、お互いに打ち合うが、
さあ弱小竜、弱小竜ガード、さあ大小竜、さあこれはうわーどうする、だー釣りましたね。前歩きだと投げとね、小竜2択なんでこれは厳しい。さあ長州天が乗ってきてしまったか。さあうまい、中堅に大足刺して、これは素直に、わーでかいさあしかし切り返す、中堅大足で暴れる。さあさあカクカクしている。さあ大足、これは勝負、あー飛びが早かった。めっちゃ煽っていく。さあグッチバイソン、さああくまでも長州グッチ中島うねはくチーム勝ちに来ております。開幕はタッシュパンで潰して、しかしテラさんのこのゲームメイク投げて、うまい、しかしゲージは溜めたのでとりあえずクレイジー。さあこれは厳しい、ヘッドで落ちたとしてもその後の状況良くないですね。さあちょっと下がって波動、これはなかなかいいんではないでしょうか。しかしバイソン火力高い。さあこれはバイソン投げ前広いですね。さあ今のは、さあここから難しくなる、2択削って、さあ掴むさあまだわからない、削り角の体力ではあるが、だーターンパンチでかい、6かな、ファイナルかな、結構早かった。え、あ、そっか、8ナイス。さあ踏んでしまう、さあ第5差かくんなかったがいい形にはなった。さあゲージを、おっと、さあゲージをお互い貯める、こっからが難しい、うわー出なかった。これが投げて、だー歩いたところは、おっタッシュパンで暴れる、波動拳めくりたつまじ投げる。テラ流が強い。さあ残るは中島うねはく、さあ中島ガイルが行く、そうすると2号ですね、全部同点ですね、はい振り出し。さあテラ流が乗ってきたのか、中古差ガード、さあ投げて、さあテラ流が前管理がうまい、裏手もらわない前あのタイミングで波動拳打ってますね、素晴らしい。さあ打ち合いだけでこんなに減ってしまったガイルがちょっと苦しい、投げて歩き投げが有効。さあ体力思いっきり取られて画面端、しかし削っていく。さあこっからガイルどうする、画面端で、おっと高めぐらい投げ、あれはかなり有効ですね。さあ相打ち、ジャンプ中パンと裏転、あれかな、アッパーかな。さあこれはタッシュパンで落として安全な連携で固めていくが、いい形でゲームメイクをしているが、さあアッパーと相打ちになってしまいましたね。しかし状況は悪くはない。さあ裏転確定、さあゲームメイク的には一気に画面端に追い込まれてるのでちょっと厳しいところか。弱小竜切り返す、
投げて、こうなるとちょっと分かんなくなってくれますね。さあだ、うわー今のは美味しいですね。うわー投げるテイハリュウがやりたい放題。いやでもね、正攻法で言ったら負けるって判断した時の切り替えの速さはすごかったですよ今。あれは逆にありだと思います。逆に。さあ白茶味、さあ、テラリュウとやってないとペースがわからないぞ。ジャンプ体験かくるか。さあこれは確定、確定。あ、まあガードかくか。さあしかしゲーム的にはちょっとテラさんがかなり優勢に進めている。ファイヤー波動、弱波動で、だーこれは真空削り使いますよね、もちろん。さあファイヤーめくっていく、キャノンで切り返して、さあさすがあれ厄介ですね。表三段、さあちょっと厳しいか。だー大大が入る。しかしあー、なんだそりゃ。近代系あれ、オッケーなんだ。強えな判定。さあ大将ウネ、残すワンピー側はテラ、中野、小江戸、ヒデといます。ちょっと早かったですね。投げて、さあ中継出す読みでダイヤ賞置いてあるが、さあ打ち合ってすると、おっとどどど、画面を切り替える。しかし体力がかなり、大昇竜で落として、これは死にかく。あうまい、あ最大ですね今。あ最大はあれか、第5数中継真空か。まあでもあれは全然5発拾える連携だったので、マリオパンチ3回のマシンク2発。さあ中5分立っているのになぜか食らう。さあウネちょっと苦しいか、立ち直せるか。さあ回り込んでやっぱ強い、しかーこれは厳しい。テラリュウが5連勝すえというわけで、はい終わりです。 A チーム5の1で勝利で、なんと火で一回も出ずに終わりました。お、参加費払っただけじゃねえかよ。一番美味しくねえわ、温存。というわけで本日の優勝は火で、中野、寺さん、デレロ、小江戸チームです。おめでとうございます。俺出てねえぞ。写真、写真でアピール。はい、そうですね。じゃあ勝った5人は写真撮影でございます。小江戸さん写真ですよ。さあ、のぜやろう。俺もうマイクで疲れたわ。のぜ、のぜ。
Hold on, fire! Hold on, fire! Hold on, fire! Hold on, fire!
難しい。
Oh!
Oh no!
Fire!
Fire! 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 F
Round three, fight!
Thank you.
Oh!
Round 2, fight!
Round 2, fight!
Round one, fight!